レッツゴーキューピーをご覧の皆さん、こんにちは。キューピーこと関正でございます。今回もよろしくお願いします。ということで今回はですね、私のまあ弟子ですな、はい、はい、なんです、一泊置くのやめてもらっていい？なんかさ、こう仲すげえ悪いみたいになっちゃうから仲いいですね。お願いしますよ、そこは。はい、岩橋リープロです。よろしくお願いします、はい。私もですね、去年2試合、はい、試合担ぎまして、はい、はい、琉球と開幕戦が大金とね、はい、大金とアスモンダミン、はい、ね、いろいろあったアスモンダミンね、はい、ありましたけども、はい、あれのキャリアやらせてもらって、両方とも予選通ってね、はい、やりましたけども、セッティング見ると懐かしいなと思いますね、はい、なんですが、去年から変更されてる点もいくつかあるんで、はい、最初からちょっとセッティングを覗いていきたいと思います、はいはい。ということでまずドライバーから。ドライバー、これ新しいやつだね。新しいやつにしました。おマジェスティ、プレステディオ、はい、あれ、マジェスティさんってもう何年ぐらい付き合い？もう10年以上は。そうだよね、10年は経ってると思うんですけどね。そうそうそう、はい、すぐね、用具提供してくれてね、はい、していただいて、はい、もうだいぶ長くなりましたけども、はい、まあ概ねだからマジェスティさんが多いの。そうですね、うんうんうん、マジェスティさんで使わせていただいてます、はいはい。これどんなドライバーですか、マジェスティ、プレステディオ。去年のマジェスティさんはちょっとディープフェースだったんですけど、つか、うんうん、まりが、私は基本的に薄めのシャローフェースの方が好きなので、ね、うん、今回シャローフェースが出たので、もう即使わせていただこうと思って、うん、薄いんですな、これ、はい、あ、本当だ、ちょっとこうね、キュッとしてて割とこう投影面積とか構えた時大きく見えて、そうですね、あ、いいですね。で、球も上げやすいイメージがあるので、うんうん、横から叩けるイメージが強く出るなと思ったので、うんうん、今回使わせてもらおうと思ってます。なるほど、今回ロフトは 9.5 度、はい、シャフトがまたえらい懐かしいの入ってます、これ。そうなんです、エボリューション4、はい、これどうしたんですか。久々に出してきたらすごく良かったので。あ、なるほどなるほど、ちょっと入れてみたんですけど。あ、岩橋理恵プロはですね、もともとというかね、藤倉さんのシャフトが長いんですけど、中しなりのシャフトをとてもよく使います。この前使ったのが6だよね。そうですね、6使い、6も NX のブルーもそうだし、うん、割とこう先端硬いシャフトが好きみたいで、はい。でやっぱり彼女の、まあ、ゴルフの特徴はティーショットフェアウェイキープ率が非常に高いことです。まあ、そういう選手ほどね、先しなるシャフト使わないですね、うん、先端強度が高いシャフト、稲森プロなんかもね、これ長く使ってますけど、まあ、そうですね、はい、ったことがあると思います。さあ、そしてバフィー、ナドバウッド、はい、4と7、そうですね、3と5日の理由なんですか。私3番ウッドがとても苦手でして、うんうんうん、4番ウッドの方がミート率が確実にいいので、うんうん、4番ウッドっていうのと、うんうん、あと飛ぶ選手ではないので、うんうん、2オン狙えますっていう確率が高いのであれば3番ウッドかなと思うんですが、うん、確実にフェアウェイに置いておきたいっていうのがあるので、うん、4番ウッドにしました。そうね、いや、まあ飛距離がね、レギュラーツアー行ってるとね、だいぶ置いてかれるよね、はい、置いてかれますね、置いてかれるね、置いてかれるんだけど、はい、上がったらスコアいいもんね上がってなんぼですからね。そうだね、はい、本当、まあ鬼パターですから本当にはい、去年はすごい鬼パターだったよね。割と入ってましたね。あ、ちょっとパター行こうか。パターは？パターこれじゃなかったんだよね。変更になりました。そうですね、あ、後半からこれか。はい。これは、TP コレクション、テーラーメイドさんですね。のデルモンテ。はい。ね、ケチャップみたいな名前ですけど。はい。これ気に入ってる理由は？そうですね。安定感があるのとミスヒットに強いかな。って私は思います。もともとこのトラスの、はい、初期のね、はい、ブレード型使ってたんだけど、はい、それよりもフランジが少し長くなってて、はい、水ヒットにも強いというモデルですか、はい、これ調子いい。まあ、はい、そうですね。なるほど、はい、調子いいです。あ、そうだな、はい、最初から調子いいでいいんじゃない、別に、はい、いいですね、すいません。そして
長く使ってた U3 を抜きましたね。はい、ユーティリティは456。これ長いっすね。これ長いんです。ねえ、 M6 も買ったんだよね。買いました、6出た時ね。はい、だから変えられず。変えられず、うん、これいい理由は何ですか。これはですね、風が吹いても、うん、弾道が変わらず強い球で、うん、グリーンキャッチしてくれるので。まあそうな、本当あとユーティリティうまいよね。好きなんですね、え、はい、ほんとよく乗せますよ。U3 使った時も感心したもんね。はぁ、あ、こっから乗るんだ U3 で。あのアゲンストなんかシューンってね。そうですね、うん、本当にまあね、フェアウェイ行ってれば、はい、やっぱりねユーティリティ活かせるもんね。活かせますね。あ、確かにこの曲がらないドライバーあればこそというところじゃないですかね。そしてアイアンは7番から、はい、はい、789ピッチングアプローチと、はい、これは、マジェスティのコンクエスト、はい、BK、はい、ね、これもちょっと長いかな。長いですね、うんうんうん、これロフトが7番で30度ぐらいだっけ。はい、ね、だと、うん、あ、知らねえなこれ。知らねえなこの顔は。30、じゃ29とかじゃないかな。はい、うん、あ、ね、そうですね、あ、知らないなこれ、はい。っていう顔じゃないなのね。はい、まあちょっと立ち気味のロフトですけど、まあツアープロの女子、まあ今女子だと当たり前ぐらいのロフトですかね。これ気に入ってる理由は？気に入ってる理由はなんだろうな。逆に言うと可もなく不可もなくだから。そうですね。使い勝手がいいですね。うん、大きくもなく小さくもなく、うんうん、捕まりが良くて、うん、ミスヒットにやっぱ強いなっていう印象はあります。うん、なるほどね。そしてシャフトが、はい、ゼロス8、はい、これの R ですね、はいはい、これも長いですね。長いですね、うん、カーボンも試してみたんですが、うん、結局ゼロスにのなんかしっかり感と柔らかさがちょうどよくマッチするので、うん、私は好きです。好きですか、はい、第二営業課の課長が泣いてます裏で。涙流してます。ねえ、そうね、でもやっぱり人気ですよね。女子なんかでもよく見るシャフトですけどね、うん、さあ最後がアプローチウェッジとサンドウェッジ。これはマスダゴルフ、はい、はい、お名前入ってます。 M425S、 これはあのマスダゴルフさんのところ のウェッジなんですけど、ストレートネック、はい、とはいえちょっとぐるさいけどね。そうですね、うん、これも長いよね。これは長いです。これ何本目？もう5本目ぐらい？いや、もっと多分使ってると思いますね。あ、そうなんだ、そうだよね。これはなんかいい理由はありますか？もっとグースのやつも使ってみたんですけど、うん、やっぱこのぐらいのストレートネックのちょっとグースがあるぐらいの方が、うん、バンカーがすごく出しやすくて。あ、なるほどね。サンドセーブ率も良かったもんね、去年。そうですか、うん、だいぶ拾ったでしょ。拾いましたね。ね、本当ね、苦しい苦しいって言ってそうね、ストレコンね、苦しいですね、関さん苦しいですって言って。なのにも臭い2メーターぐらいのパーパーとポコポコ言ってね。よかったよね、本当ね、よかったですよね、はい、そんな。でボールは、ボールは何ですか。ボールは、うん、はい、 V1X ですかね。 V1X ですね、はい、タイトリスト。これキャリーバッグもタイトリストですけど、アクセサリー契約ですか。はい、そうです、契約してます。これアクセサリー契約どこまでが契約なの。キャリーバッグ、スパイク、グローブですか。ボール、あとボールです ね、はい、なるほど。なんかここまでタイトリストっていうのがタイトリストに比べて一歩ぐらい入ってても良そうなもんだけどね。そうなんですね、 あんまそこは縁がないと。そうなんですよね。あ、なるほど、分かりましたね。いや、なかなかこうプロのね、あのキャリーバッグ覗く機会ってなかなかないんですけど、トータル的に自分でこうなんか大事にしているところって何かあります？大事にしているところ、うん、セッティングで、セッティングで流れはでも結構大事にしてて、うんうん、全体的な、うんうん、はい、なるほど、流れが、まあね、要するに滞らない、要するに番手のちゃんとこう重要度ピッチとかってこうやってやってるっていうことが大事ってこと、はい、今それになってるんですね、はい、なるほど、分かりました。じゃあ、最後、視聴者の人に向けて今年の意気込みを一つ、はい、よろしくお願いします。意気込みですか、はい、意気込みはそうですね、優勝します。お、来た、いいですよ。はい、言いましたからね、皆さんね、よく覚えてください。きっと優勝すると思います。はい、ぜひ今度は来年は、来年のオフは優勝報告に。そうです、ね、ぜひ来てください。はい、頑張ります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。